さあ、ちょっと休みましたし、そろそろ出発しましょうか。時刻が7時20分ね。さあ、早速行きましょう。疲れていたよね。一気に暗くなってきましたね。で、戻るときはこっちからね。また温泉に合流が行ってきますよと。よし。一般国道なんですけど、走ってる
た飛行機感が強いですからね。で、ここがあって登ったとこから来たりますからね。ってことでね、まあ今時刻8時30分、無事ね、四日市、まあ自宅、さすがにね、自宅の真ん前で撮るとね、家がバレてしまいますんでね、もう、近所の、ファミリーマートね、で撮っておりますけどね。で、いうことで、まあなんとかね、帰ってこれましたね。まあいやー、やっぱ下道だと時間かかりますね。やはりね、ETC は大事ですね、ということをね。でもまあ、おかげでね、ちょっと大和高田とかね、ああいうのあたりとかもね、いろいろと回れましたし、まあまあ、取れ高としてはいい感じだったかなと思います。また、食事とかの、ね、模様とかは別途取ったりとか、食、ね、作品の中に花、ね、埋め込むような形とかでね、ちょっと紹介とかね、うまいことできるようにできたらいいかなと思っておりますので、まあ、そのあたりもね、またうまいことやってね、できるようにね、持っていきたいなと。思ったわけでございます。久しぶりに大々的な大掛かりなあれですね、撮影になりましたね。いやー、何本分ぐらいいけるんでしょうね。サブチャンネルとかね、そっちの方とかにもちょっと割り振ってね、細かいずっとね、移動時間がだいぶ長いですからね。そうそうそう、やっぱ車だとね、まあ運転するんでね、そう、一人でね運転なんでね、そこら辺だけね、やはりちょっと大変は大変ですけど、まあね、まあなかなかこういう予定ね、廃業って言ってね、相方連れてやるにもね、なかなか難しいですからね。まあ、そのあたりはね、まあ、うまいことできるようにね、持っていきたいというかね、まあ、うまいことね、1000人登録超えてね、なんとかね、その収益ね、なるようなね、形とかにね、持ってきたらね、いいなぁと。改めて思いながらね、とりあえず今回の旅ね、これぐらいでちょっとここでね、締めさせてもらって、終わろうかなと思っておりますということですね。まあなんとか無事着きましたね、うん、またあれですね、
まあ、とりあえずね、この動画のシリーズはね、こんなところであれですけど、締めさせてもらって、またね、これで多分、8月は、まあ、というか、9月もね、だいたいこれで毎日投稿でやらんと多分消化できちゃうんちゃうかなという感じになってますので、まあ、メインチャンネルも毎日、か、メインチャンネル以外のところもね、含めて、まあ、何かしら、どっかのところで毎日更新がね、入るような形にはしときますのでね、うちこのチャンネルと、あと、4つ目ね、四日市、三重県北中西の、情報チャンネル、4つ目と、あとなんだ、ブレイクしない山って個人のチャンネルとかね、あと、最近ちょっと登録更新ができてませんけど、郵便いろいろ雑談動画ね、YouTube。で、一応、サブチャンネルとしてね、あります。サブチャン、ザス、ファームチャンネルっていう形でね、二軍チャンネルっていうので、スターステイのお蔵入りっていうのも作ってありますんで、まあそっちもね、すっげー編集適当な動画とか、こんなん誰がみんないくらなんでも前衛的すぎだよみたいなやつは、そっちの方に上げたりとか。あと多分今後9月ぐらいから週1更新で、オーディナリージャパンっていう英語のね、イントロダクションを入れたようなやつも、それがどっかし多分週1火曜日か木曜日かあたりで週1更新が入ってっていうような形になると思いますので、まあそのタイムね、なんか、そういうこと、できていけたらなと思っております。いかんせん、英語版に変えるための動画のネタ自体は毎日ゾーッと増えていってますんでね、週1ぐらいでいい加減出していかないと消化ができませんのでね。まあなんか、ちょっといろいろと更新とかね、考えながらね、まだやっていきたいなと思っておりますのでね、このスターステーテイル総合チャンネルとね、合わせてね、いろんなチャンネル登録いただいて、お楽しみいただければと思います。ということでね、まあこの動画で、ね、これくらいで、締めさせていただきたいと思います。またね、もしね、ここまで見ていただいた方でね、あ、ちょっとね、いろいろクラブとかね、やりたいなとかね、あとね、YouTuber さんね、やってる方でね、うちの、いろんなやつとかね、ちょっと、企画にね、乗っかりたいなとかね、なんか、いろいろありましたらね、ぜひお気軽にね、お問い合わせいただいて、そんな案件もね、全然もうお金も何もかからないところでございますからね、お気軽に特に三重県北中西のね、皆さんはね、声かけてもらったら、Facebook とか Twitter とかで、Instagram でもどこでもいいです。パッと、まあ、もちろんここのコメント欄でパッといただいたら、また問い合わせとかね、させてもらってね、ぜひ取材のね、あれとかね、させてもらいますんでね、ぜひ聞かずにお問い合わせいただければと思います。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。